し前にあの報道変わったよね。昨日のことのように今でもはっきりと思い出す。中国武漢の街で肺炎にかかった人が、最初は何のことだか全くわからなかった。市場で売っている動物から感染したって、どんな病気かわからずみんなが恐れていた。ニュースを見ているとだんだん大騒ぎになって、それからどんどん増えてみんなに広がっていった。なんでもないようなことが幸せだったと思う。なんでもないあの夜にきっと戻れるだろう。中国から隣国の台湾、韓国、日本へ旅行者が動くたび病気は広がっていった。中国とかからはたくさん旅行者がいたけど、出国規制が始まりほとんどいなくなった。アメリカ、カナダ、イタリア、フランス、イギリスなどへとどんどん広がって、もはや手遅れさ。その昔に SARS や MERS が大流行して、たくさんの方々が亡くなってしまった。それより今回のこの病気はとっても怖く、感染したり亡くなった人もとっても多くなった。なんでもないようなことが幸せだったと思う。なんでもないあの夜にきっと戻れるだろう。クルーズ船の中でもどんどん広がっていた。2週間の間外に出れなかった。解放された人の中でかかっても無症状の人も、その人たちもまた他の人に移してしまった。若い人はあまりかからなかったけど、お年寄りが最初に重度の症状になった。だんだんベッドの数も少なくなってきて、お医者さんや看護婦さんは不眠不休の働き。なんでもないようなことが幸せだったと思う。なんでもないあの夜にきっと戻れるだろう。自粛規制の中街には人も少なく、買い物もままならずみんな慌てていた。楽しかったライブハウスもスポーツクラブなども、たくさんのもとという自粛規制の対象に。
邪魔します。来ていただいてたライブハウスも休業。誰が悪いわけでもない。みんな楽しんでただけなのに。ニューヨークや台湾などでは早急な対応はされた。でも他の地域では対応が遅れてしまった。いつまで広がるかわからないこの恐ろしい病気。病院もだんだんと満員、医療崩壊に近づく。なんでもないようなことが幸せだったと思う。なんでもないあの夜にきっと戻れるだろう。各地でいろんな人が新しいことを教えてくれる。どんどんそれを見て対応していこうよ。そうすればいつかきっと安らかな日が来るんだと信じて、まっすぐに進んでゆこう。絶対に負けられない戦いが今ここにある。この戦いには負けてはダメ。諦めてしまってもダメ。私たちにできることは手洗い、うがい、マスク。外出は避けて隣の人と少しでも離れよう。そうすればきっといつかこの恐ろしい病気もきっときっとなくなってくれる日が来ると思う。なんでもないようなことが幸せだったと思う。なんでもないあの夜にきっと戻ろうね。